最近体が重たい、座っていても足を組みたくなってしまう、歩く歩幅が狭くなってきている、そういった方は股関節の衰えがあるかもしれません。股関節の周りの筋肉が衰えてしまうと、どうしてもフットワークが重くなってしまって、消費カロリーが下がって痩せにくくなるんです。今回は股関節の周りの筋肉を、膝を持ち上げとくだけでしっかり鍛えられるランジやじろべえを紹介していきます。たったの1分です。痩せにくいよって思う方は一緒にやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、股関節周りをしっかり鍛えることができるランジやじろを紹介します。今回のエクササイズを行うことで、股関節周りの筋肉がしっかり鍛えられて、体が軽くなり、消費カロリーが増え、痩せやすい体を手に入れることができます。なぜ股関節周りの筋肉が必要なのか。歩くとき、走るとき、しゃがむとき、座るとき、横になるとき、すべて股関節が作用してます。ここの筋肉が衰えると、体を動かすときの動きっていうのがすべて遅くなります。そうなると日常的に動いていることがゆっくりになってしまって、体がテキパキ動かない、歩いたり走ったり、日常的な運動の消費カロリーが下がってしまいます。めちゃくちゃもったいないですよね。今回は股関節周りの筋肉をたったの1分ずつ、各足するので計2分、たった2分でしっかり鍛えられますので、動画を見ながら一緒にやってみてください。それでは紹介します。やじろべえというと、片足上げた状態でバランスを取りながらキープするエクササイズになるんですけども、今回は股関節周り、プラスアルファしっかり下半身の筋肉を鍛えるために、膝を90度に持ち上げて5秒キープ。このまま足を後ろに持っていってランジを行って5秒キープ。また足を抱えて5秒キープ。これを各足1分ずつ行っていきます。もしバランス崩れたら降りてください。降りてキープしたらまた上がってください。できるだけももはしっかり持ち上げた状態でキープです。反対の足は曲がっても伸びててもいいです。とにかく股関節から太ももを持ち上げて5秒キープです。ランジはできるだけ低くなってください。それでは各足1分、長いですが、これをしっかり頑張っていくことで痩せやすい体が手に入ります。頑張っていきましょう。それでは行きます。スタート。5秒したらランジ。キープです。キープ。なかなかね、これ難しいっすよね。もしバランス崩れたらね、マイペースでもいいです。今5秒ずつ行ってますけど、3秒ずつとか自分のペースでもいいです。結構辛い。まだ半分あります。このランジの時はね、一安心ですよね。また足上げるとね、緊張感が走る。バランスがいる。よし、あと少しですよ。結構ね、ランジしてるこっちの下の足がね、辛い。あ、やっぱこれでキープしてるからね、辛いっすよね。よっしゃ、オッケー。さあ、反対足です。頑張っていきましょう。スタート。ああ、反対になるといきなりむずい。よっしゃ。キープ、しっかり低く。よっしゃ。なかなかね、ランジやじろ面白いですね。緊張感がね、安心するんだけど、ももがつらい。上げると楽なんだけど、緊張しないとバランスが取れない。ふぅ。ももしっかり上げてください。やばい、バランスが。よっしゃ。少しですよ。あ、バランスがいる。バランスがいる。よっしゃ。この5秒ぐらいがちょうどいいですね。バランス崩してギリギリ足をつける。よっしゃ。ももしっかり上げて。よし、ラスト。よっしゃ、よっしゃ、あと少し。よし、オッケー。いやー、お疲れ様でした。ランジやじろべ、なかなかね、これ楽しいですね。まあ、個人的な意見ですけども。頑張ってやってみたよ。一回もバランス崩せなくて、キープできたよっていう方は、よかったらグッドボタンとコメントで感想を教えてください。各種SNSもやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。